アリー・アクバル・デフ・ホダー辞書編参者、言語学者、風刺作家、アリー・アクバル・デフ・ホダーは、イランの言語学者。デフ・ホダーが45年以上の歳月をかけて、亡くなるまで編参を続けた、デフ・ホダー辞書は、最も高感なペルシア語辞書として知られる。デフ・ホダーはまた、イラン立憲革命期の評論雑誌、エスランフィールのツノブエニダ法の、ペンネームで、風刺記事を執筆した。 ミールザーアリー・アクバル・ガズビーニー・デフ・ホダーは、ガズビーン出身の両親のもと、1879年頃に、テヘランで生まれた。アリー・アクバルの父、バーバー・ハーン、ブンアー・カー・ハーンブンメフル・アリー・ガズビーニーは、アリー・アクバルが9歳の時に亡くなった。テヘランに来る前の父は、ガズビーンの地主であった。デフ・ホダーの詩集の略伝によると、デフ・ホダーは、 ゴラーム・ホセーン・ボルージェルディというシャイフのもとで伝統的なイスラーム諸学を学んだ。また、ハーディ・ナジュマーバーディというリベラルな考えを持つ、ウラマーに影響を受けたとも言う。1899年に政治科学マドラサが開校するとデフ・ホダーはその一期生として入学した。数年後に卒業し、バルカン半島担当の大使モアウェのノ・ドーレ、ガファーリー・カーシャーニの秘書として、 ヨーロッパに赴任した。デフ・ホダーは主にオーストリアで仕事をし、1903年にイランに戻った。1906年にデフ・ホダーは、ホラ山地方と首都テヘラーンを結ぶ高速道路の敷設を計画し、古問のフランス人技術者たちとの意思疎通に、フランス語通訳を必要としていたモハンマド・ホセイン、アミーノ・ザルブと契約を結び、彼のために通訳として働いた。 1905年頃から1911年頃まで続いた立憲革命期には多くの言論雑誌やパンフレットが出版された。そのうちの医師、エスラフィールのツノブエは、改革派のジャハン・ギール・ハーン・シーラージーとガーセム・ハーン・タブリーズ・イにより、1907年から1909年にかけてテヘランで発行され、強い影響力を持つことに成功した。 評論雑誌とされる。1906年にジャハン・ギールト・トガー・セムは編集助手兼執筆者としてデフ・ホダーを月給40トマーンで雇った。モハンマド・アリーシャーが国会を解散しデフ・ホダーを含むリベラル派をヨーロッパへ追放した。デフ・ホダーはヨーロッパで論説や記事の編集発行を続けた。1911年に モハンマド・アリーシャーが退位すると、デフ・ホダーは新しいマジレスの一員として、祖国イランに戻った。デフ・ホダーは、シャフレレーのエブネ・バーブイエ墓地に埋葬されている。マヌーチェ・ヘル・サーダ・ヌーリーは、ファースト・イラニアン・スカラー・フー・オザード、ザ・モースト・エクステンシブ・アンド、コンプリヘンシブ・ファルシ・ディクショナリーという記事の中で、アリー・アクバル・デフ・ホダーの分泌関連の仕事は、スーレエスラー・フィール紙が、ガミガ 原点にあることを指摘する。デフ・ホダーは同誌において、チャランポランと題したナンセンス政治風刺コラムを手掛け、打法技コというペンネームで署名した。ヌーリーによると、打法は、村長を意味するのみならず、野蛮人という意味合いもあるという。デフ・ホダーの書き付け、この辞書の読者は、この辞書に一人の人間が生涯をかけた、努力の結晶を見るのではなく、多数の人間が生涯をかけた。 努力の結晶を見るデフ・ホダーは、モンテスキューの、法の精神、デール、エスプリ・デ・ロイスをペルシア語に翻訳した。また、ことわざと、神言、アムショル・オーハカムという四巻本を執筆した。フランス語ペルシア語辞書も執筆した。その他にも多数の著作があるが、最も重要な著作は、ローグ・ハット・ナメ、イエディ・リハ・コーダである。デフ・ホダー辞書は、 過去に出版された中で最大のペルシア語辞書であり、15巻本である。アリー・アークバル・デフ・ホダー自身は辞書の完成を見ることなく、よう去ったが、モハンマド・モイーンが意思を継いで完成させた。完成時には、デフ・ホダーによる最初の企画から40年の歳月が経過していた。ありがとうございます。